どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日は、スペシャルゲスト G ラボ代表の上田氏でございます。よろしくお願いします。ようこそ。はい、今日は何の動画で、今日はですね、G ラボ祭りについてお話をしたくて。 G ラボ祭り、はい、 G ラボ祭り、あの皆さんご存知ですよね。もちろん5月25日の14時から G ラボウクレレのユーザー様だけが参加できる、イベントが、オンラインイベントがあります。5月25日の14時から。で、今日、それで、今日はですね、その5月25日のイベントでどんなことをするかとか、そうですね。そんなことをちょっと、代表の上田氏からですね、いろいろ皆さんにご説明をしていこうと思うんですけど、まず、このイベントに参加する方法を最初にちょっとね、軽くお伝えさせていただいているとですね、もう G ラボからリリースされているウクレレ、初めてウクレレから、わがままウクレレ、薄レレ、ブラックビューティー、いろいろありますけども、はい、それを、ご購入いただいた方であれば無料で参加できますということでございます。はい、もちろん今買っていただいた方も大丈夫ですし、他店で買ったウクレレも大丈夫ということなんで、ぜひ、もう参加資格持ってる方はもう無料ですし、5月25日ぜひ参加申し込み、参加申し込みできるページの URL を概要欄に貼っとくんで、まず一目散に参加申請はしといてくださいねと。じゃあちょっと上田さんから、はい、ちょっと今回すごいんでしょ。ちょっとまずそのタイトル、そうですね、タイトルがすごいじゃないですか。ちょっとこうやりすぎな感じで、やりすぎっていうか、はい、僕もさっきびっくりしちゃったんですけど、はい、はい、というのは今回一応お祭りって何のお祭りなのかって話なんですよ、うんうん、感謝祭です。感謝祭です、はい、ありがとうございます。感謝祭なので、しっかりこう感謝をどう伝えるのかと、はいはいはい、いうことなんですが、はい、今回はですね、我々がちょっといろいろこう厳選した、うんうん、この G ラボのモデルですね。はい。を、がっつりこう、プレゼントしたいなと。プレゼント企画、はい、もうね、ほんと上田さんでびっくりするぐらいですね、太っ腹なんですよ。いや、今回はすごいですよ。いや、やっぱこう、数年間の集大成的なイベントなので。うん、そうですね。はい、あと、やっぱ皆さんが、それでね、購入していただいたことで、どん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  G ラボもこう成長できたりね、いろんなラインナップを増やせるということなんでね、それほんと感謝しかないですから。はいはい、じゃちょっとその、いきなりその話からで大丈夫ですか。いきましょう。はい、でまずですね、結論から言いましょう。はい。総額でいくと、100万です。いやー、はい、聞きました皆さん。100万円分ですよ。総額100万円分の、プレゼントがあると。はい。で、ちょっとですね、簡単にどんなものがあるかをご紹介させていただきます。お願いします。まずガズモデル。ガズモデル。ガズモデルって言ったら、ガズモデルなんかちょっと、小杉さんガズモデル持ってた。いいですね、このままいきますよ。いや、いいです、はい、いいです、はい、ガズモデルをプレゼント、はい、はい、でこれもですね、複数本、複数本です、はい、複数本ご用意しようと思います。すごいですね、はい、まあ一応G ラボの中ではトップオブザトップのウクレレということで、そうなんですよね。やっぱりG ラボをこう代表するウクレレっていうことで、うんうんうん、でやっぱりあれはすごく僕の中で思い出に残っているんですよ。そうですね、まず最初に作った斬新なウクレレですもんね。はい、これがガズモデルでございます。はい。このガズモデルが、なんと、無料でプレゼントですよ。はい。信じられません。はい。皆さん、これは、まず参加して応募、これしかないです。はい、これが、複数本。複数本ですね。いつも使ってるやつですよ、YouTube で。はい。すげえ。次がですね、改めてやっぱりちょっと G ラボのウクレレを僕も触ってるんですけども、うんうんうん、最近特にいいなと思ってるのは原点回帰でして。原点回帰。わがままウクレレです。わがままウクレレ、はい。なるほど。わがままウクレレっていうのは、この薄レレが今メインですけどね。はい。普通のサイズというか、ふくよかな音するやつ。一番だから我々が初めに売り出した、うん。クラウドファンディングで作った。そうです。あそこから生まれたウクレレですね。まあ、今のその最新バージョンなんですけども、まあ、そちらをですね、はい、また複数本。複数本、はい、複数本ってどんぐらいなんだろう、すごいですね。はい。一人二人ではないという。なるほど。ということです。いや、皆さん、これはまず参加してください、はい、イベントに。はい。で、あとですね、まあ、ライトなところとして、うんうん、まあ、当然これ初めてウクレレ。初めてウクレレ。はい。リーズナブルね、最初の一本として、お届けして。はい。で、これはですね、心の所持はどういうことかというと、うんうん、おそらく皆さんも買われてると。まあそうです、ね。当然そういう方が参加される。そうそうそう。持ってる方が参加ですからね。そうです。なんですけども、ぜひちょっとこの初めてくれるを受け取った、られた方は、うんうん、誰かこう新しい。周りの人にこうプレゼントしたり、シェアしたりして。そうそうで、ガズレレユーザーを増やしていただくと。素晴らしい。はい。いう感じにちょっとこれができるといいなと。いや、ほんとそれはいいですよね。僕も小学校にこの間寄贈させていただいたりですね。はいはい、あれ、これのウクレレで、初めてよっていう意味の初めてウクレレでもありますから。はい。はい。それをプレゼントです。ということです、はい。で、これはですね、まあまあ、それにもさらに多く、お出しできるように頑張っております。すごいなぁ。はい。そうですね。はいはいはい。
で今回の実は目玉ってこうそう、まあ、今までの今の、プレゼントに加えてですね実は目玉を用意してます、うん、目玉まだあります、はい、で何かというとあのセミオーダーですね。これ一番すごいかも、はい、セミオーダーは一番すごいかも。であのセミオーダーって実は結構人気があるんですけど、うん、あのやっぱりこう自分で選ぶってすごく大変じゃないですか。分かんないっていう人もいるでしょうし、ね、そうなんです、うん、なので、例えばその木材選びであったりとか場合によってはサイズの選び方であったりとか、うん、あの例えばそのカラーを入れたいからどういう木がいいのかっていうことを、うん、なんとですね、まあ、ガズさんも当然そうなんですけども、ガズさんと、うちのですね、あのもじゃ川上。もじゃ川上。はいはい。もう対談しながらね、そうです。その、オンラインライブ配信でこのイベントと行われるんですけど、当たった人に直接電話で話しながら、どういう、あの、音が好きですかとか、はい、あの手はちっちゃいですかとか、いろんなことを聞きながら、お好みで、そのオンラインの最中にオーダーを受け付けていこうという。そうです。とんでもないサービスでございます。これまた複数本。複数本行きたいなと思ってます。仕掛けております、はい、でこれね、あので皆さんにちょっとお願いがあることとしてはですね、今言ったプレゼントっていうのは、うん、あの基本的にはちょっとガズさんがおっしゃいましたけども、あの要は電話、うんうんうん、あの電話で、あの要するにその当選しましたと、であのイメージ的にはあの当選者の名前というのを、うん、まあ、その場で、まああのアプリを使って抽選をしていくんですけど、はいはいはい、ハンドルネームみたいな、ね、そうですね、うん、名前が出た人に対して連絡をこちらが入れますと、電話しますってことです、はい、つまりは、はい、でそれにこう出てもらうことがまず一つ目の条件、そうそう、なんか昔テレビ番組とかラジオ番組でよくあったやつです。つまり出るかな出るかなっていうやつです。つまり声の出演も確定です。そうですね、はい、そう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 ってことになります、はい、で当たった人はおめでとうって言って僕が電話しますから、はい、取ってくださいよってことですね。そうです。すごい。それは。ということがまずございます。はいはい、はい。で、加えまして、セミオーダーに関しては、その電話の中のやりとりで、うんうんうん、あの、このセミオーダーを組み上げると。すごいことですね。で、例えばですね、これね、あの、本当は、すごくじっくりこう、まあ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 、ね、綿密なこう話がですね、あの、タイムレスにこう行われると、そうです、エンドレスにこうできればいいんですけど、なかなかやっぱりこれイベントの中の話なので、うんうん、ここはですね、ちょっと実はあの条件をつけさせていただきます。7分で。7分で。7分でできるでしょ、はい。はい。7分間で会話の中でセミオーダーを、複数本。はい、複数本。すげえ、はい。いや、でもどんな風に、その人が選ぶか、僕とモジャ君がどんな助言をするかっていうのも面白いところだと思いますので、ね、これかなり、はい、今回のイベントで一番すごいのがこのセミオーダーだと思いますね、プレゼント、はい、皆さんまず応募です、応募概要欄で応募してくださいよ。はい、でまあまあだからそのあの当選確率が高い本数いきたいな。いやー、そうですよね、はい、でそれまたちょっとですね、あのどっかの途中経過でもお知らせできるかどうかっていうところなんですけども、うん、はい、はい、当たる可能性は十分にあると思ってですね、うん、ご参加いただければと思います。ありますよ、とんでもないウクレレが当たる可能性があります、はい、いやー、それはそうです、大興奮ですね、それは。はい、でそれとですね、あとまずあの参加者の方全員になるんですけども、はい、は一応その G ラボのですね、あのちょっとそういう割引クーポン的なものっていうのを、ああ、はい、お祭りですからね、はい、はい、こちらの、まあ、あの別途配布させていただきます。おお、まあ、次の2本目のウクレレにちょっとね、あの皆さん、ご活用くださいということで、あのクーポンだ、そうです、いいですね、あのいい機会に、はい、あの参加者全員ですから、はい、まあ、その時点でも皆さんあの参加してください、はい、あの無料業の価値は必ずあります、本当だね、はい、本当だ、確かにということはまずございますと、はい、であとですね、あのせっかくあの、まあ、今回ですね、あの、まあ、ガズさんも当然として、あの先ほど申し上げました通りの川上ですね、うん、もじゃ川上、参加しますので、このウクレレに関する質問、まあ、場合によってはガズさんに寄せる質問でも構いませんけど、はい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 、そう質問コーナーはぜひ、ね、ああ、はい、いいですね、思ってまして、もういっぱいいろんな質問を、くださいよという、はい、それはチャットでやればいいのかな、そうですね、あのチャットでその場でこう、あのではあの我々の方でその、質問をですね、まあ、僕やガズさんが拾っていくと、ね、いうことをやってきますので、うん、でこれもですね、まあ採用された質問の方にはですね、うん、質問が採用された方にはですね、うん、あのノベルティを、あ、ノベルティ、ノベルティはね、これだと思うな、こういうものです、あのウクレレをふきふきするクロスをあのプレゼントとか、いろいろこういうのもね当たりますよ、質問してくれた方はこういうの、そうですね、あとはですね、もうあのガズさんの采配によると思うんですけど、うん、もうこれはすごい素晴らしい質問だと、なるほど、なった場合は、うん、初めてウクレレいきましょうか、いいですね、はいはい、いい質問やってもいいかなと思います、いい質問くれた方にはねちゃんとありますよ、はい、それは参加し合いがありますね、はい、そこはもう全てガズさんのわかりました、ワンドにお任せします、ね、任せてください、はい、っていうことがまずございますと、はいはいはい、であとはですね、実はちょっとあの、今回あの実はもう多くの方に参加の希望をいただいてるんですけども、うんうんうん、
その中でやっぱりこうその全員が全員実はあの我々こうガズクラブっていうのをやってました。ああ、ガズクラブ、ガズクラブ知ってますか。毎月660円で楽譜5曲ダウンロードといろんなクラブ活動ライブ配信でセッションしたりとかしてるやつね。そうです、そうです。はい、であれのちょっとそういうのあの体験も、うん、この中で少しちょっとあの知ってもらうといいなと思ってまして、いいですね、どんなことやってるかってことをつかめるように、うん、大合唱ですね、セッションですね、セッション、セッション、はい、セッション、そうセッションやるんですよ。はいはいはい。でそのセッションで、うん、一応そういう意味ではその、まあ、あのガズクラブの時もそうなんですが、うんうんうん、一応そのまあ課題曲を決めてですね、はい、やってますと。課題曲も発表しちゃいましょう。どうぞ。課題曲は日曜日よりの死者言いづらい、日曜日よりの死者ですけど土曜日なんで、はい、土曜日の死者バージョンやっていこうと思います。あのこれ皆さんガズレレでウクレレ始めた人はこの日曜日よりの死者からまず始めるはずなんですよ。まずあのウクレレを最初に見る動画のその1の動画でこれもう練習する曲なんでですね、これやりましょう。あとはもちろんガズレレソングでございます。もうガズレレのメンバーだったら絶対歌ってほしいなというガズレレの効果、この2曲もう大セッションしましょう。そのオンライン5月25日にねセッションタイムもありますからウクレレもね、用意しておいてくださいね。はい、これも楽しみです。はい、あの動画は URL あの概要欄に貼っとくんで練習しといてよ事前にね。はい、はい、ということでセッションタイムということで、はい、まあ本当は無料ではありえないレベルの豪華ですね。いや本当にすごい。いやでもここのイベントに参加してくださるっていう時点でね、皆さんがこの G ラボのウクレレをねゲットしてくださってるからってことだからね、はい、まあそれはもう本当に感謝を込めてということで、もうすごいいいイベントだこれは、はい、盛り上がること間違いなし、テンション上がってきます。はい、であのまあ、あの参加がですね、あのまだこうあのかあの、申し込みされてない方もですね、うん、まだまだ参加することができますんで、うん、オンラインですからね、もういっぱい入れますから、はいはい、ぜひ入ってきてください。ぜひお願いします。はい、概要欄に、参加できること、ところの参加 URL 貼っとくんで、ぜひあの参加してください。で、私まだあのウクレレ持ってないけど迷ってるって方は、それまでに、あの G ラボのウクレレを、どのような形であるご購入いただければね、まだ参加できるあの権利を有するというかですね、そうです、そういうことになっております。あれ このねあのガズレレ G ラボあの共和国に入ってきてくださいみたいなそんな感じですけれどもですね、はい、それは豪華なイベントになります。いや今日僕もあの上田さんがこのここ我が家なんですけど来られて、こういうふうにしようと思うんだっていう時にえーっつってもうびっくりか、総額100万円とか言ってもひっくり返りましたけどもですね、まあでもそれこそ感謝っていうかね、まあやっぱりあのそういうなんかねインパクトやっぱある方がやっぱりもうすごいいいもん、感謝込めて、はい、すごいいいと思います。あちなみにあとその5月25日の当日はあのオンラインイベント、ここから配信するときに、はい、僕とハニーさんはもちろんここにいますけれども、上田さんとか、まあまあ、青山さんとかももしかしてここで、同時に参加するかもしれないぞという、そんな流れになってますんでね、当日お楽しみにしていただければというふうに思います。あとですね、まあ、今、参加者、うんうん、参加者に関しては、一応そういう、G ラブのウクレレ購入者ってことになってるんですけども、なんとですね、たまたま、はい、たまたま、はい、明日からのお台場の方で、そうだ、そうです。そうだ、はい。お台場で、はい、ガンさん行かれますよね。いや行く、はい、デックスお台場東京ビーチでこのイベント、ポップアップショップ G ラボウクレレポップアップショップがオープンなんですよ、はい、明日からそうです行きます。土曜日ガンさん、はい、僕も行きます。はい、上田さんも参加です。土日開催ですけどね、はい、はい、これなかなかすごいいいイベントですよ。そうだ、ここでも全然ね、もちろんしていただければ、はい、いいですね。で、そうだ、この日には G ラボの若きスタッフ、せいちゃんの体験ウクレレレッスンがありますからですね。ですまだウクレレ触ったことない方もこの動画見てもらって面白そうと思ったら、せいちゃんに習えばいいです。随時開催してるってことなんでね。はい。はい、で、僕はちなみに明日の土曜日だけの参加なんですけど、13時半からちょっとプチイベントをやりますんで、ウクレレでみんなで流しとしたり、ちょっといろいろわちゃわちゃ話したりする面白い時間を用意してますんで、お昼過ぎぐらいからうろちょろしてますんで、ぜひお時間ある方、お台場までポップアップショップ遊びに来てください。はい、その辺のこともね、詳細概要欄に貼っておきます。ということで今日はね、もうすごい豪華お知らせだったんですけど、ぜひ皆さん、G ラボ祭り、参加してくださいね。もう重ね重ねですけれども、概要欄Gラボ祭りに参加することができる URL 貼っとくんで、ぜひそこから申し込んどいてください。まだウクレレ持ってないなという方はちょっといろいろ様子見といてくださいね。ポップアップショップでも待ってますからね、ということでございます。はい、はい、じゃあ今日はもうすごい山盛りのご案内で、よかったですね。ありがとうございます。いやいやもう本当にねもうびっくりです。はい、総額100万円の感謝を、皆様と一緒に共有して、いければなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。明日やりましょう。会いましょう。